京大道学寺は、徳島県石井町にある新言宗、全通寺派別格本山の寺院。三号は、安ず名山、本尊は、薬師如来。空海学問所の由緒から、学業成就の寺として、広く知られる。四国別格二十霊状二番札所。四国三十六不動尊、霊状十一番札所。本尊新言、おんころころせんだりまとう義祖赤か護衛か。 マイルなら三世の悪号症へ果てるナムや薬師のルリの光に、色派大師、阿わし等に伝える自伝によれば、アスカ時代、行基が創建したという。奈良時代末から平安時代にかけ、空海が7歳から15歳まで当時で、書道や密教などを学び、色派48文字を創作したと伝わる。その由緒から字号を、道額字と称するようになったとされる。 公認6年、空海が42歳の時に、再び当時を訪れて、ガランを整備し、自らが彫刻した、薬師如来、阿弥陀如来、観音菩薩、持国天美写門天観貴天を安置したという。道楽寺の近くには、石井廃寺跡という奈良時代前期に遡る寺院跡が存在し、これが道楽寺の前身とも言われている。石井廃寺跡からは、近藤、 三重塔などの建物跡が検出されており、東に塔、西に近藤が建つ、宝居寺式柄の配置であった。昭和元年津茂松江漁師の発願により、大規模な修繕が行われたことが、現存する胸札からわかっている。天正年間、長宗壁も土地下の陛下を受けて、前座に消失したが、元六年間に、日後の国より、来鈴した、 そうたたえ礼により再建された。安政五年昌平校教授であった、浅香晋が同学時の演技を戦して、秘文を混流している。2017年3月25日午後5時30分頃、栗が、火元と見られる火災が発生し、本堂及び栗などの建物が全焼。国の重要文化財に指定されている木造薬師如来坐像は運び出され無事だった。 大指堂前の藤尾筆の果実水と不動村祠ら城の内た池が境内の東側にあるのでその手前に車を駐車して園庭を歩いて山門をくぐる正面の石段を上がると本堂があり右奥に大指堂があるそれまでの光明寺から道学寺への寺名の変更が空海が幼少期に当時で学んだ根拠とされている歴史上の人物である空海は 15歳の時、おじの後大谷について学んだことは知られるが、それ以前の少年時代のことはほとんど不明である。また、イロハウタについては、上代特殊金な遣いとの関係から、空海作であることは否定されている。石井の道学時本堂前小国十分の仏像は、無事徳島新聞ウェイブ、2017年3月26日。ありがとうございます。